こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレッドランド響です。ロックティーです。はい、3日目。はい、まあまあ比較的買いやすいないし鉄板 T シャツないし、うん、僕が推してるやつが粒揃いでございます。本日夜6時から店頭にてご試着およびご購入が可能ですし、まあ概要欄からもうすでに見ていただけると思いますが、概要欄のオンラインストア夜9時から販売開始になりますので、お見逃しないよう、まあまあまずはゆっくり10分ぐらいだと思います、この動画、はい、ご視聴いただければと思います。行ってみましょう。はい、じゃん、ボンジョビ。これ2枚目ですな。はい、2枚目ですね。1枚目はもうさっとお買い上げいただいて、ブロッカーもない XL とホワイトがええ感じにこうちょっとやれてる、ちょっとくすんだボディに対してちょいややきなりのボディですね、うん、深みのある赤とめっちゃイケメンなボンジョビフロント、ね、フロント、はい、めちゃくちゃ男前やな。前も言ってた、うん、なりたいわボンジョビ。なあ、綺麗、ロン毛でヘンリーネック着てますね。うん、てかこれデッドなんかな、めちゃくちゃ綺麗ですね、うん、めっちゃ綺麗です、まあ、ワンウォッシュくらいかな、うん、はい、俺らもまだそんな高くないので、うん、ボンジョビ T シャツ着てる人ってまあ本当に安い古着屋さんで買った全然スタンプタグのやつか、うん、まあこうちょっと筋通ったちゃんとライセンスのついてるものかどっちかと思うので、うん、同じボンジョビでも差をつけたい方は、うん、ぜひともお願いいたします。ボンジョビかっこいいです。はい、はい、パールジャムキッズな、はい、まあフロントええ感じにやれてて擦れててバックプリント綺麗に残ってて、はい、まあもはや説明不要ジャージーズの X セールです。もうね、説明これいろんなボディありますね。そうですね、ジャージーズ、トップヘビー、ヘインズ、アンビルかなくらいじゃないですか、うん、うん、比較的ここ最近の中ではコンディションのいいものだと思いますので、これね、バックのね、特にこのクレヨンのここがね、結構ね、色がね、落ちちゃうと視認しにくくなるんですけど、はい、これとかすっごい綺麗に4色やったんですね。ぜひとも、はい、おぜひに、おぜひに、人気 T シャツです、はい、デフレパード、はい、これいいですよ。まあ、2回目かな、これ意外と、うん、それで値段が合わなくて買ってこないんですよ。結構いい値段、うん、で前回入荷は多分去年の末に行った LA のフリマで買ってきたやつだと思うんですけど、はいはいはい、今回はこれはお買い取りさせていただいたのかな、はい、めっちゃコンディションいいですね、はい、タグもしっかり残っております。ジャイアントの XL、はい、首リブの伸びもほぼございません、はい、色残り 90% ぐらいっていう感じでちょっと毛羽立ってきたいい感じ、うん、シングルステッチ、シングルステッチでこの細かなこの、笛さん拡大しておいてください。バックプリントこの、ツアーのね日程オーガスト1992セプテンバーと、全部読み取れるぐらい綺麗に残ってるんで、うん、はい、まさにこれからな一着です、まあ、そうですね。なんかヴィンテージじゃなくてもいいよって方はこれピンクフロイドの狂気みたいな感じでリプリントはめちゃくちゃ多いんで、うん、ただやっぱ色味の違いだったりとかね、ステッチとかもちろん違うし、ブルーの発色が綺麗なので、まあ ブルー系のデニムシャツ、デニムジャケットだったり、まあブルーチェックのオンブレシャツだったりブロックチェックシャツだったり、うん、そういう色合わせでやっていただくとこうシャツとか着た時にここだけ見えると思うの で、いい感じなんじゃないでしょうか、はい、お願いします。はい、鉄板です。はい、マリリン・マンソンからアンチクラススーパースターアメリカンフラッグのバックプリアリバージョンです、はいはい、これはもう見ないですね。ないっすね。マンソンマジで見ないわ最近。うん、買いすぎました。買いすぎました。でもね、もともとこれは結構もうなくなるよっていうか、まあ、買いにくくなりますよとは言い続けてきてたんで、うん、まあまあまあしゃあないよねって感じですね。だからこれはもう多く語りません、うん、タグ飛んでますけど、まあ、L やな、うん、そうですね、 L だと思います。はい、はい、お願いします。いいフェード、メタリカビッグフェース、ビッグスカルと呼ばれているもので、はい、L だと思いますが、タグが読めない。シングルステッチ、シングルステッチ、ノーウェアエルストゥローム、ヨーロッパ93、うん、まあそうですね、はい、まあ L かな、 L だと思いますけどね、ジャストメの L です。うん、これも多く語ることなき T シャツで、まあ、ブラックとネイビーがあってともに僕の中では名作なんですけども、メタリカの中でも意外と球数がない一着となっております。仕入れ値も結構全体的に高いです。そうですね、でバックプリントあるなしがございますけども、はい、こちらある方ですので、はい、でまあ、人とこうちょっと差をつけたい方にはぜひともおすすめしたい一着です、はい、お願いします。
ナインチネイルズからフラジャイルのオールスポーツの XL、はい、久しぶり久しぶりです。いやあんなにあったのに、あんなにそうあんなにあったのに、うん、これも鉄板ですね、まあ、トラビスが着てますけど、まあまあ着てたのがはるか昔のことなので、うん、もはやもう最近は、うん、全く関係ない。入りはねやっぱりトラビス、ジェリー・ロレンゾ、ジャスティン・ビーバー、カニエ・ウエスト、それこそバージル・アブローとか、いろんな人らがね、はい、今はブラックピンクとかそっち系のファッショニスタにどうしても、うん、トレンド変わっちゃってますけど、はい、もう説明不要です。もうデザインがとにかく良い良い、もうほんまに、うん、だからナインチネイルズの T シャツを結構メインに買い集められてる方ってやっぱデザインがいいので多いと思うんですけど、うん、グレートランドのまあオンラインの購入履歴とか見させていただいても多いです。実際多いです、はい、で中でフラジャイルっていうのが意外と最近入荷しないってことなんで、そう実はじゃあ今度いつ入るかっていうと分かんないです。ここに3回の買い付けでも出てません、うん、フラジャイル、うん、他のはね、まあ、ちょこちょこつってもないんです。高いし買いにくいし出ないんですけど、特にフラジャイルは本当に出てないので、何卒お願いします。メタリカパスヘッド、僕らサイドフレームスカルって呼んでますけど、まあ、それのバックプリがこちらのバージョン、はい、ジャイアントの L プリントタグ L、はい、大きすぎないいいサイズ、コンディションも良き、うん、よくよく考えるとメタリカの T シャツ僕ら最初かなりたくさん仕入れて売ってましたけど、うん、その中でも一番人気だったやつです。まあそうですね、ラインも変わらずやっぱり残らない、うんうん、はい、ということはまあグレートランドなんかそのコスパとか考えた時にこれが一番満足感高いのかな皆さんっていうような印象を受けますし、これもまあ最近出ないですね、うん、はい、まあ以上以上ですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ローリングストーンズから、ローリングストーンズブリッジトゥバビロンワールドツアー97-98です、うん、97-98だけど嬉しいシングル、シングルアンビルの XL、 アンビルのタグのこの色の抜け方もいいですね。ああいいですね、はい、で白ですがコンディションかなり良きです、うんうん、なのでまさにこれからの季節にバッチリな一着。ああでもベロのデザインがないじゃんって思われる方、はい、後ろちゃんとありますし釘刺しベロの方です。そう、うん、そうです。実はなんかおしゃれなね、この、うん、縁取りのフロントのあのプリントの縁取りの感じがこうよりアートっぽいっていうか、そうなんですよね、めっちゃいいと思うので、この辺がストーンズはいいですよね、うん、結局、うん、お金かかってると思うんですよ、うん、ストーンズはやっぱり。そらそらお願いします。お願いします。ラストかな、はい、レイジャーゲンスサマシーンからシスターです。 L かな、ジャイアント L、はい、はい、コンディション良きです、はい、これも出ないです。もう多分今年の春ぐらいにバズって、ね、世界中のディーラーに駆られまくったので、うちも頑張りましたもんね、当分出てこないと思います、はい、僕らもストックあんまない中、理想的な L サイズ、ちょっと肩が落ちるぐらい、はい、本当理想的な L サイズです。コンディションも良いので、うん、お願いいたします。ということで本日も9着ちょっと足早ではございましたけどもご紹介させていただきました。本日夜9時からオンラインストアにてもお買い上げいただけますし、まあ店頭ね今から来ていただいたらご試着しながらゆっくりお悩みいただけますので、うん、ぜひとも皆さんご検討くださいということで、最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。